こんにちは、ウィコン TV です。今日もご覧いただきありがとうございます。この動画では第31節ですね、町田戦振り返っていきます。それでは早速試合結果ですが、こちらです。はい、0対0でね、引き分けということになりました。 首位相手に、ねまあ、アウェイで、ね、勝ち点1を獲得してきたということで、ねまあ、本当この強度の、ね、高い相手に、ね、すごく良い試合をしたと思います。で町田は、ねまあ、今主位で で次節にねあの広島との、ねまあ、首位攻防戦っていうんですかね、まあ、それを控えている状況ということで、まあ、向こうとしてはね、まあ、ホームで,で相手はまあ19位の降格圏の相手ということでね、まあ、絶対勝ちたかった試合だと思います、まあ、ですけれどもね、まあ、その本気の町田相手にね本当にいい試合をね見せてくれたんじゃないかなと思いますね まあでもね試合見てるとね本当町田のまあ特にね交代策がねもう本当にすごくてまあ反則級のね交代をどんどんしてくるとその交代をしてくるごとにねギアが1段ずつ上がってくるなっていう感じがねすごくありましたね。 でメンバー見てみるとね、まあ、入ってきたのが藤尾、デューク相馬、エリキ先頭ということでね、まあ、本当、もう町田はね、これ勝ちきらないといけなかった試合だったと思いますけれどもね、札幌はね、本当その攻撃陣というのはね、もうよく本当にしのいだなというふうに思いますね。でよくしのいだとい,いうふうにはね、まあ、言いましたけれども、まあ、一方的に、ね、押され続けたわけではないし、まあ、こっちもね、決定機をいくつか作れた。 というところもあったんで、まあ、こっちがね、あま勝ち点3を取れたというまあ、可能性もねあった試合だったと思います。まあでもね、本当ね、まあ、札幌の気迫がねすごく見えた試合といいますか、まあ気迫って何なのかっていう定義はいろいろあると思いますけれども、まあ、とにかくね勝ち点を取るんだっていう雰囲気っていうかね、そういうギラギラ感っていうのはねすごく感じられた試合だったと思いますね。 それでは試合の感想など振り返っていきたいと思いますで今日は、ね、みんな本当に良かったんですけれどもあの3人の、ね、選手に注目して見ていきたいと思いますでまずは、ね、な、ま、ん、あ、といっても第8選手ですねき、まあ、今日は、ね、みんな良かったんですけれども、まあ、第8選手が、ね、群を抜いていたと思います。 で第8選手の、ねまあ、プレー、本当ゴリゴリだったんですけど、まあ、その一方で、ね、すごく冷静だったというか、まあ、ゾーンに入っていたっていうんですかねそういういい雰囲気がすすごくあったと思いますで相手を、ねまあ、ブロックしたり跳ね返したりっていう、まあ、そういう肉弾戦っていうんですかね、まあ、それはも,うもちろん良かったんですけれどもその自分 まあ、第8選手が、ね、マイボールにした後とに、まあ、相手から、ね、ボールを奪った後とに、まあ、その後しっかり味方につなぐこともできたっていうねそういうこともレベル高くやっていたっていうふうには、ね、思いますね。まあ、なのでね、まあ、ただ守りきるだけじゃなくてそれを攻撃につなげていくというシーンがね結構見られましたし本当そういう意味ではね頼もしかったなという,ふうに思いますね。 いや本当ね今日の勝ち点1はね第8選手なしには、まあ、ありえなかったなというふうに思います。えそれから中村選手、中村選手ねこの試合では左のセンターバックなんですかねで、まあ、先発ということになりましたけれども、まあ、攻守にね本当見せ場を作りました。 で攻撃ではね、まあ、真ん中をこう持ち上がっていくシーンっていうのが結構見られてこうスルスルっと上がっていくドリブルですねで最終ラインからねこう持ち上がっていくと、まあ、ハーフラインあたりをね超えていくとこう結構マークが混乱するというか相手のねで、まあ、そこから まあまあ、大きなサイドチェンジをまた出していくとかパスをつなぐってことでこういうね持ち上がりからの攻撃参加が、ね、めちゃくちゃ効いていたと思いますでこのねドリブルの持ち上がり、まあ、中村選手よく見せますけれども彼のね持ち味っていうのがこの試合でもね存分に出たんじゃないかなと思いますねであとこの試合ではね、まあ、守備もすごく良くて であの悪い試合では、ね、あのよく裏を取られすぎだというふうにね指摘されますけれども、まあ、そういうシーンも、ね、ほとんどなかったですし、まあ、その守る中で、ね、あの踏まれたり、ね、転がされたりというちょっと怪我につながりそうなちょっと怖いシーンもありましたけれども本当ねそこは怪我なく、ね、あの抑え続けたというところで本当、ね、守備でも躍動していたんじゃないかなと思いますね。 でそれからですすね菅選手にも注目したいいと思いますで最近ね、ね菅選手が右サイドに入る試合が、まあ、何試合かあるという感じなんですけれども、まあ、この試合でもね、まあ、右に入ってセンターバックの右ですかねに入って、まあ、試合を締めたという役割をねこの試合では果たしました。 左でのプレーより生き生きして見えるというか、まあ、この試合でも、ね、カットインからのいいミドルがあったりしたんですけれども慣れない右だから、まあ、ダメ元でいろいろやってみようみたいな、まあ、思い切りの良さみたいなものが、ね、出ているのかもしれないですけれども、ね、なんか,かなりハマっているような感じはすごくありますね。最最後の最後で、ね、あのでハンド疑惑があって でちょっとねドキドキしましたけれども、まあ、あれはね VAR の結果ファールはなしということでね、まあ、すごくねいい判断をしてくれたと思いますで右のねセンターバック問題ですけれども、まあ、高尾選手がいない時にね、まあ、馬場選手が使われることが今多く、まあ、あるんですけれどもその馬場選手とね菅選手どちらかどっちがいいのかなっていうのはねちょっと最近まあいろいろ見ていると 馬場選手は、ね、ボランチで生きる感じがすごくあるので、まあ、最終ラインは、ね、あの菅選手が起用されるっていうのも、ねまあ、面白いいかなと思いますねでそれからです、ね、この試合で気になったのが負、ね、傷、まあ、交代がいくつか、まあ、起きてしまったというところですね。 で宮澤選手がねあばら骨なんですかねそこをちょっと負傷してでハーフタイムでねあの単価が出てきて運ばれたりしていたんで,で後半ちょっとプレーしましたけどもね、まあ、やっぱりダメだということで交代とでそれから菅野選手もね終盤に怪我をして交代ということになってしまったので、まあ、怪我でのね交代プランの変更っていうのはねすごくこの試合はね、まあ、大いに影響がね大きかったと思います。 で深井選手が、ね、宮澤選手と交代して入りましたけど、まあ、深井選手も、ね、多分プレーする予定ではあったとは思うんですけれども、まあ、もう少し、ね、時間が経ってからだったのかなってプラン的には、ね、そういう感じだったと思うんですけど、まあ、ちょっと、ね、その時間が早まってしまったりとか、まあ、あとは、ね、最後のゴールキーパー交代しましたけれども、まあ、最後の最後でバ、ね、カ横選手あたりを入れたかったのかなって。 っていうプランもね。あったんじゃないかなと思います。まあ、そういう意味ではねまあ、ちょっとね。後退策にハンデが出てしまったっていうかね。いうまあ、プランがまあ、狂ってしまったっていう部分はあったと思うんです。けれども、まあでもね。出場した選手がみんなすごくね。いいプレーをしたと思います。まあ、そういう意味ではねまあ、チームの総力戦でね。勝ち点1を獲得してきたという雰囲気がねあるんじゃないかなと思いますね。 で今後ね、ねゴールキーパー気になるところなんですけれども、まあ、菅野選手、しばらく欠場かもしれないというところで言うと、まあ、今のね児玉選手で行くのかあとはね高木選手が完全合流しているという報道もあるので、まあ、ゴールキーパーね誰が出てくるのかっていうのもね気になるところですね。 で、あとね、怪我といえばね、あの田中克之選手のね、肉離れが、まあ公式で発表されてしまいましたけれども、あの、前節ね、あの途中で交代した高尾選手の発表がなかったというところなんで、まあ、もしかするとね、高尾選手は軽傷で済んでいるということかもしれないですね。これはね、まあ、一つ明るい材料かなと思います。以上、町田戦の振り返りでした。 まあ最後、5分10分ねものすごい猛攻でね生きた心地がしない試合でしたけれどもねまあ町田からね勝ち点取るっていうのはなかなか難しいミッションだったと思いますけれどもまあアウェイでね1位を獲得してきたというところでね本当にまあ良かったと思いますでまあ内容もねまあ強度がすごく高い試合でしたしまそういう意味でもねまあ勇気をもらえる。 試合というかねそれを見せてくれたと思いますし、まあ、これからねまだまだいけるぞっていうふうに、まあ、あの思わせてくれるには十分な試合だったんじゃないかなと思いますね。で,実節はホームで京都戦ですで京都もね今、まあ、ノりに乗っているチームといいますかね補強、まあ、が大成功でもう獲得した選手が大活躍しているとそういうねそういうチームですね。 でこの前までね残留争いしてましたけれども、まあ、一気にその残留争いからは抜け出したと言っていいチームだと思います、まあ、そういう意味でもね、まあ、難しい相手ですけれども、まあ、ホームでね、まあ、京都相手ということでここはね勝たないといけないところですねえというわけで最後までご覧いただきありがとうございましたこのチャンネルではこんな感じでコンサドー,ーレについての話題をお届けしています ちょっとでも共感できたって部分があれば、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼します。また次の動画でお会いしましょう。それでは。